コアシシマシ、コアシシマシ、コロトウ、マイナスシ、コロトウ、コロシマトモ、は、中華人民共和国領寧省南西部にある、地球市である。港湾都市として発達し、北京と新洋の間にある、交通の要衝で、とりわけ、両政回廊と呼ばれる中国東北部と河北を結ぶ、戦略的に重要な地域の拠点都市である。また満州から日本への引き上げ船の出発地としても、 有名である。1994年以前は、西木西市と称した。小足島市の中心地は、東経120度38分、北緯40度56分に位置する。両寧省の西端にあたり、北は、旭市、東は、近州市、西に、山海間を挟んで、河北省の新港島市がある。南は、北海、両東湾に面し、 韓国海経済系を形成する都市の一つである。また、北京方面から山海間を出て一番初めにある町であり、東北部の西の入り口にあたる戦略的な要所である。小足島は大陸性気候であるが、モンスーンの影響を受けている。年平均降水量は550から650ミ、mm、リメートルで、年平均気温は8.5セッ9.5度である。古代には、 縁や真などの支配を受けてきた。この地域で一番古い町である京城の名は、両代の990年、東和8年日書に登場している。小足島市の前身は1906年に設置された、高家と部民町、1913年に、西木西県と海省であり、宝天省、1929年に、両寧省と海省、両新道の管轄とされた。 小足島は、西木西市街の南にある氷炭型の半島で、坪足島とも呼ばれていたが、関東軍と対立し始めた、長学寮がここに、新たな港湾を建設し、大連を支点とする南満州鉄道に対抗する、鉄道網、後の修国有鉄道を敷いたことから、経済発展が進んだ。小足島は、海浜秘書地としても知られていた。1932年に、 満州国が成立するとその半島に編入され、禁州省が設置された。当時の小足島には日本の陸軍燃料省が西木西に石油生成工場を建設するなど、石油科学、軍事、港湾の拠点としての開発がだ。満州国崩壊後、中国には大勢の日本人居留民が取り残されたが、 その期間は連合国の協議によって当時の中国政府の責任となった。日本人難民の内満州にいた105万人以上は1946年からの数年間でこの小足島の港から引き上げ船に乗って博多港などへ脱出しており、今も小足島には日本恐怖使い外事の地の記念碑が立っている小足島在留日本人大総監。 満州国が崩壊した1945年には、両政省の管轄とされたが、やがて国境内戦が激化し、1948年秋に中国共産党軍が中国東北部全域の制圧を目指して行った3大戦役の一つに数えられる、両親戦役では、東山狙撃戦の舞台となった。両新戦域の結果、新洋方面から撤退した国民党軍は、 小足島から海上へ脱出し、東北部はすべて共産党支配下に置かれ、その後の行政変遷を経て1954年の両政及び両党両省の合併により、両年省の管轄とされた。1985年、西木西県は、研究市の西木西市に昇格、さらに1989年には、地球市に昇格、下部に連山区を新設し、 金州市管轄下の小足島区、南表区、京城市、水中県と、旭市の管轄であった、県証県が、西木西市に移管された。1994年に、西木西市は、小足島市に改名し、合わせて、小足島区は、龍港区と改称された。三四かつ区、一研究、市、二県を統括する、関北海経済圏の一部として、 開発区などを設置し、有利な交通を PR しての外資誘致に余念がない。地下資源が豊富で、鉛、亜鉛、銅、森武電などの採掘が盛んな工業都市であり、石油化学工業、金属工業が盛んな工業都市でもある。大型油田から新興投資へのパイプラインと、板金市から小足島までのパイプラインが地下を通り、石油化学工場に石油原料を供給している。 また造船業も盛んで、とりわけ、中国最大級の造船所、渤海造船省は、国産潜水艦の建造を早くから行い、中国発の原子力潜水艦もここで生産された。それゆえ、中国人民解放軍海軍北海艦隊の重要な源泉基地でもあり、軍事上の理由から、港湾部は立ち入れない場所が多い。 2 3 7トルの海岸線と13万ムーの干潟が広がるため、貝やエビなどの漁業も重要な産業となっている。また海岸部は新たなリゾート、観光資源としても注目されている。産地には森林や牧草地のほかアジア有数の広大な果樹園地帯があり、252万5000ムーの広さに8850万本の 様々な種類の果樹が植えられており、年に75万トンの果実を産出する。北京新洋ハルビンを結ぶ京港鉄道の沿線である。小足島には、北京新洋間の京新高速道路などの高速道路や国道が通り、海運では小足島港や東隣の近州港を利用できる。また空港もある。万里の頂上の一部で、 水中圏で川の上を渡っている旧、門口頂上が有名であり、世界遺産に登録されている。また、京城市は秋代からの歴史を残す城郭都市であるとともに、円数館とヌルハチが戦いヌルハチが致命傷を負った古戦場でもあり、海岸地帯は第2の北大河とも呼ばれるビーチリゾートにもなっている。その他、 旗の指向帝や全館の武帝による東方遠征の史跡が残るなど様々な考古学的に重要な遺跡がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。